稲垣五郎、稲垣五郎、稲垣五郎、1973年12月8日大は、日本のマルチタレント、俳優、歌手、声優、司会者で、男性アイドルグループスマップの全活動期、1988年から2016年のメンバー、東京都板橋区出身、堀越高等学校卒業、株式会社クラン所属、スマップ時代から、 ゴロちゃんの愛称で親しまれる。1987年、姉が応募した、ジャニーズ事務所のオーディションを受け芸のお買い入り。すぐに、男性アイドルグループスマップが結成され、メンバーに選ばれる。以降のグループでの活動はスマップを参照。1989年、NHK の連続テレビ小説、青春家族で、主人公の弟、阿川大地役に選ばれドラマデビュー。 翌1990年、さらば愛しのヤクザで、映画デビューも果たす。1992年、18歳で、月9ドラマ、20歳の約束でドラマ初主演。1993年、プライベートレッスンで映画初主演。映画主題歌も担当し初のソロシングル CD、If You Give Your Heart リリース。1996年、舞台、夜局で舞台初主演。 翌1997年も舞台、広島に原爆を落とす日出演し、主役のディープ山崎を演じる。翌年の再演では、広島公演も行われた。1998年、ドラマ、ソムリエで主演を務める。天才ソムリエの役を演じるにあたり、フランスまで足を運びソムリエの修行を積み、その後もワインに関する知識を高めボルドーワインの、 産地から陰気死を授与される。2004年、僕と彼女と彼女の生きる道、草薙剛主演の主題歌、ワンダフルライフを、&G、アンジー名義で、ソロシングル CD リリース。オリコン初登場1位、稲垣五郎の金大地光介シリーズが、スペシャルドラマとしてスタートし2009年まで5作品に、渡り金大地光介を演じシリーズ化された。この年から、 毎年、本当にあった、怖い話のストーリーテラー役を務めている。2006年、アニメ映画、ワンピース・ザ・ムービーからクリジョーのメカ巨兵に、声優で出演。同年、日本で開催された、FINA シンクロワールドカップの公式サポーターとして、マーメイド・プリンスを務める。これは、自身初の単独公式サポーターである。2007年も、 世界競泳2007の公式サポーターとしてマーメイドプリンスを務める。2010年13人の資格では史上最強の暴君として松平人志小役を演じ毎日映画コンクール男優女演賞を受賞するなど高い評価を得る。初めての極悪非道な役は役者としても新境地となった。2016年12月31日スマップ解散。 ソロタレントとなる。2017年9月8日、ジャニーズ事務所公式サイトである、ジョニー・エスネットと、ジョニー・エスウェブの稲垣のページが閉鎖され、9月9日に、草薙剛、香取慎吾と共に、ジャニーズ事務所を退所。10月16日、新事務所、クラン、カレン所属となる。11月には公式ブログを開設。 わずか2ヶ月半で50万人以上の読者を獲得し、ブログ・オブ・ザ・イヤー2017最優秀賞に輝いた。2018年、主演映画、反世界、2019年公開予定が、第31回東京国際映画祭のコンペティション部門に選出され、観客賞を受賞した。2001年8月24日、東京都渋谷区内で、 駐車禁止の路上に止めていた乗用車に戻ってきたところを取り締まり中の女性警察官に見つかる。免許提示を求められたところ、車を発進させ静止しようとした女性警官一人の膝に接触した疑いとして、公務執行妨害と道路交通法違反、駐車禁止で警視庁渋谷警察署に現行犯逮捕された。東京地検は26日午前。 稲垣の身柄について障害罪も含め裁判所に交流を請求したが認められず、稲垣を同日午後に釈放した。その後、事件の経緯に悪質さは見られず、稲垣本人に逃亡の意思はなかったという知見の判断により公務、執行妨害と障害については、起訴を見送り、同年9月21日に起訴猶予、不起訴処分となる。その後、2002年1月14日まで、 約5ヶ月間にわたり芸能活動を休止した。明智小五郎と金大一光介に大名探偵を演じた経験を持つ、他に演じたのは岡城司と小野寺明のみ。明智役は1998年からテレビ朝日の土曜ワイド劇場で演じ、当時24歳で土曜ワイド劇場史上最年少で主演も務めた。映画13人の資格の監督である。 三池隆史は稲垣を最強の暴君とされる、お殿様役に起用したことについて、スマップの中でも特殊な存在で屈折した魅力が、ぴったりだと思ったと語っている。主演の役所工事からも、五郎ちゃんのことをみんなで憎んでいましたと言われるほどの悪役ぶりだった。舞台では、芸術家を演じることが多く、映画やドラマでは、悪役や一癖も二癖もある役を演じることも、 多いが、映画、少女では、登場人物で一人だけ、悪いことを考えてない普通に生きてきた人物を、演じのに崇高な雰囲気を持っている稲垣が演じたら、面白いとして配役された。稲垣自身、芝居については大好きだが自分は、天才ではないので頑張るしかないと語り、役者という職業については、生涯やっていきたいと話している。芸能界では、ワイン通りとして知られ、 自宅には200本のワインが常備されている。2009年にスマップ頑張ります。内で放送された仮面ライダー G ではワイン好きの稲垣にちなんでワインボルをバックルに装着することで稲垣が仮面ライダー G に変身するという設定になっていた。2015年には稲垣がソムリエの田崎深也と一緒に作ったボジョレーヌーボーがセブンイレブンから発売された。 ピアノ音楽が好きで、1日1回は、ピアノの音色に包まれる生活をしている。坂本隆一のファンで20歳ぐらいの頃に、対談したのがきっかけで、音楽に対する関心も広がり、レコーディングスタジオにも招待してもらっていた。若い頃からサブカルチャーに関心を持っており、フリッパーズギターや小沢賢治、フィッシュマンズ等の音楽を好んで聴いていた。稲垣が、 フィッシュマンズを好きだったこともあり、佐藤真嗣から稲垣のソロ曲、それはただの気分さ、スマップのアルバム、スマップ011スに収録、を提供してもらった。この曲は、ラベラブ愛してるに出演した際に、ギター演奏と共に披露している。ギターは、トキオのジョージ・マシュゲルに教えてもらい10代の頃から、弾いていて、スマップのコンサートでも披露していた。 子供の頃からクリント・イーストウッドに憧れ、父の背広を着て、モデルガンをナイポケットに入れ替えをカッポするダーティ・ハリー国交ココをよくしていた。それ以来、十2も詳しく、コローデラックスで、斎藤、タカ尾、市の資料室を訪れた際には300兆を超える、モデルガンに興奮を抑えられない様子だった。ゴルフが好きで一人で回ることもある。 その腕前は、プライベートで一緒に行ったことのある、中井正宏や木村拓哉曰く、すごい、うまいとのこと。子供の頃は、怪盗、ルパンシリーズや、名探偵ホームズシリーズや赤川二郎、江戸川乱歩の推理小説をよく読んでいた。もともと本は好きだが自ら読書家と言えるほどでもなく、ゴロデラックスを始めてから本や作家との新しい、出会いが増えていきさらに興味を深めていった。 芸術や文学に対しても関心が深く、俳優タレントとしてだけではなくエッセイを通してもその魅力を紹介している。20代前半から雑誌、週刊プレイボーイやコスモポリタンでエッセイを載し、アイドルながらアンダーグラウンドな世界のことも綴っていた。昔から映画が好きで雑誌、アンアンでは、公画用画問わず、新作映画に関する連載コラムを続けている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。